こんばんは。こんばんは。やっぱこれが一番いいよね。やっぱ。こんばんは。ヒラリーハットさん、炎上さん、まことくん、スムーさん、ありがとう。ゲストありがとう。こんばんは。そう、リングライト、リングライト、リングライトです。こんばんは。48さん、ちくわドーナツさん、あーちゃん、ナッカーさん、はじめさん、ありがとう。ゆすべさん、ありがとう。眠たいの？眠くないですよ。全然眠くない。ツイッター慣れた？慣れてないね。慣れてないね。とりあえず今日あれです、2期生のメンバーをフォローした。なんか一度にフォローしすぎると凍結するっていうのを聞いたから、そうだからとりあえずね、2期生を今はフォローしてます。またあれってさ、1日でってことなのかな。1日でフォローしすぎたらダメっていうことなのかな。だとしたらまた後日、明日とかまた先輩とかフォロー しようかなって思って、パセリは一番最初にした。そう、セッチュさん、はじめさん、えひろさん、まきまきさん、ありがとう。ゲスト、あ、短期間でもダメなの？そうなんだ。まあじゃあちょっとまた間を空けてというか、間を空けてあれしますね、フォローしたいと思います。だからまだ18フォローしかしてない。とりあえずって感じかな。こんばんは。私もそういうのあるって知らなかったから、皆さんにさ教えてもらうまでは分かんなかったから、よかった、教えてもらってありがとうございます。いきなり始まっていきなりそんな使えなくなったりしたらちょっとさ、それは悲しいからね。常識的な数なら大丈夫。なんかよく分かんないですよ、それがね、何が正解なのか分かんない。そういう人もいるし、初めて来た。のぶさん、ありがとう。はじめまして。ツイッターもはじめました。フォローお願いいたします。50は大丈夫。あ、そうなんだ。じゃあ、先輩までいけるか。じゃあ、例えば50までやったとするじゃないですか。ゆっくり慣れたらいいですよ。優しいね、ありがとう。
例えば50までやったとして、そしたら次どれぐらい期間空けたらいいんだろうね。なんかそういうのちょっと難しいな。まだツイッターのそういう細かいルールがちょっとわからないですね、そこら辺は。でもまあゆっくり慣れていったらいいかなって、ツイッターのそういうルールっていうか、あのなんかね、そういう決まりみたいなのは最初はわかんないから。それがいいかもしれないね。たくさんフォローされるアカウントならたくさんフォローしてもいいみたい。うん、難しい。とりあえずちょっと一回先輩まで明日とかにでもちょっとやってみようかな。こんばんは。しゅんさん、はじめまして、こんばんは。ひろっちさん、ゴロニャンさん、えんじょうさん、お金持ち先生、かずいさん、ありがとう。こんばんは。なんかさ、やっぱりちょっと新しくツイッター始めたから全然もう自由に自分では使えるんですけど、なんか今までのさ感覚がすごい残ってるから、なんか告知しかしちゃダメなんだみたいな。まあ、別にその研究生じゃなくなってからは普通にメンバーツイッターでも告知以外のことでもしてよかった、してよかったんだっけ？あ、そう、してよかったんですけど全然。でもなんか私は結構告知とかに使ってたから、メンバーツイッターだからずっとさ、なんか告知しかしちゃダメみたいな感じの頭になってて、だからなんか何をその告知以外のこととかでも普通にツイッター使っていいわけじゃないですか。そうだけど、なんかそれがねちょっとまだ自分的に慣れてなくて、だからねちょっと何をツイートしていいかしちゃダメかみたいな、自分の中でなんかあって、しちゃダメっていうのはないんだけど、もちろんそう、それもまあ慣れかなみたいな感じで。キャロットさん、まことくん、水色の彗星さん、ありがとうございます。こんばんは。リプっていうのはコメントだよね。コメントっていうことだよね。まだちょっとそれはねわからない。そう、まだちょっと混乱している。こんばんは。誰でも見れるツイッターと課金しているもごめの差。そうですね、うん、それはでもすごいわかるっていうか思ってます。私もだってやっぱね、メールも取っててほしいから、やっぱツイッターができたからいいやみたいなっていうのはちょっと嫌なので、なんかツイッターができたからメール取るのいいやみたいな
そうなってしまわないようにメールとツイッターのそう使い分けみたいなのがやっぱ大切だなってすごい思う。ね、メールはだってさ、そう有料コンテンツだから。こんばんは。そうなんですよね。こんばんは。あ、そう、アリアリアリオが今度あるんですけど、なんとパセリと一緒に、一緒でした。嬉しい。今度あるんですけど、なんかお便り募集してるみたいで、やったー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 。パセリと私ね、初めてなんですよ、アリオ。そう、初めてで、パセリと一緒ということで、パセリはねもうあのアリアリアリオは出演したことあるらしくて、そう、私はないんで、まだちょっといろいろ教えてもらいたいと思いますね。嬉しい。なんかパセリと誰が選んでるのかちょっと分かんないですけど、パセリとさ一緒にっていうのがなんか嬉しいよね。なんかチリパもパセリと前一緒で、それもすごい嬉しかったんですけど、なんかありありやったーって感じ。そう、嬉しい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 。もう私がね、あの私に予定が来る前にもパセリがあの今度一緒みたいなLINE が来て、みたいな、もうそれもうパセリ情報が早くて私知らなかったんですけど、そうめっちゃ嬉しかった。そうなのみたいな。そうめっちゃ嬉しかったです。それ知らなくて、そうパセリは先に知ってた。だから皆さんあれです、お待ちしてます、あのお便り。そうクラス替えみたいな感覚でしたね、すごく。あのなんか一緒やんみたいなイエーイみたいな感じ。もしかしたらその人選する人があのメンバーをね誰にするかっていう、私とパセリがあの仲いいってこと知ってるのかもしれないね。いやでも多分その可能性の方が高いよね、多分。だって多分そうじゃなくて知らなかったらさ、なかなか一緒になるってそんな偶然にもみたいな、あんまりないから。こんばんは。そうリサーチをしてくれてたのかもしれない。うわーそうですね、岡山、私岡山ね、ほんとツアーぶりです行くの。ツアーで岡山に行った時ぶりかな多分。イエーイ。だから1年以上ぶりです。楽しみ。あーそっか、パセリ前回オキさんとだった、なるほどね。じゃあそうかも、じゃあ知ってるのかもしれない。
お土産よろしく。私岡山の時ね、あれだ、マスカットきび団子、なんか差し入れでマスカットきび団子とかプリンとかを確かいただきました、あのツアーの時。なんか私ツアーで岡山行った時に、あれだ、クレイジーママキングダムだっけ、合ってる、クレイジーママキングダムみたいな場所なんです、確か岡山の会場が。そこめっちゃ覚えてる、すごく私はそこの会場なんでか分かんないけどめっちゃ覚えてます。なんかツアーで行ったとこは全部会場すごいね、覚えてる。すごく覚えているよ、合ってる、そう、クレイジーママキングダムっていうとこ。なんかそこはステージの裏側が通れるようになってる、めっちゃ狭い道があって、裏側めっちゃ暗いとこ。そう、めっちゃね覚えてますね、懐かしい岡山で。りなちゃんにその時に髪型をね、どうしようみたいな、その時まだりなちゃんとは仲良くなかったんですよ、仲良くなかったって言ったらちょっと語弊があるけど、あんまり喋らなかった、その時はまだ、そのツアーの時ぐらいは。でりなちゃんが確かメイクしてる時に隣でなんか髪型どっちがいいかなみたいな、確か私に聞いてきて、なんかその記憶はすごいあるんですよ。そう、でもまだあんまね喋ってなかったその時。私が思うにりなちゃんとよく喋るようになったのは、その喋るようになったきっかけは多分だけど、昇格コンサート、あ、サンプラザであった昇格コンサートの、リハら辺、ほんと練習の時ぐらいからだんだんなんか喋るようになったっていうか、りなちゃんと。だからその前のツアーとかであんままだ喋ってなかったんで、そう、人見知り中。でちょうどその昇格コンサートの前らへんの練習ぐらいからなんかなんでか分かんないけど話すようになって、そう、そっからかな、結構話すようになったのは。で今年になってからめっちゃ仲良くなって、そう、今年っていうかなんか今年度ぐらいから、そう、そう、素の私が結構出せる、なんだろう、結構もう落ち着く存在です。そう、私は多分高崎彩子のメンバー以外で一緒に2人でご飯食べに行ったのもりなちゃんが初めて、2人で行ったのは。リネパン好き、やったー、嬉しい。リネちゃんほんと面白いよね、あんな面白いんだろう。オッ
きさんとのラジオでパンちゃんと仲良しって話して、そうなの？嬉しい。そうなんだ。そう。嬉しい。あのね、私ね、本当にでも最初の頃、本当に加入して最初ぐらい、あの本当に一番話さない多分人だったの、りねちゃんと。本当に一番話してなかった、多分2期生の中で。多分なんですよ、それぐらいだったの本当に。なのになんかこんなに、まさかこんなに喋るなんか関係になると思わなかった。あのね、3周年の配信、3周年配信があったじゃないですか。結構結構前だから覚えてるかいるか分かんないけど、本当に加入して本当に 3,4 ヶ月ぐらい経ってから、確かあれ3月だった気がするんですけど、2020年の3月かな、あれ多分2020年かな。そうで、3周年配信があった時に、初めてそこで一緒に写真を撮ったんですよ、ツーショット。初めてそこでそこで初めてのツーショットを、はい、撮ります、姉ちゃんと。でもしかもその初めてツーショット撮った時も、あ、そんな仲良くない、仲良くないっていうか、ほぼ初めて喋るぐらいの感じだったの。本当にその時ツーショット一緒撮ったのが本当にほぼ初めてだった、多分喋ったのが。そうで撮って、でもそっからもう全然話してなかったんですよ。本当に一番喋ってないタイプだったから、なんかすごい不思議ですよね。自分でも不思議だなってすごい思う。そうだってりねちゃん最初敬語だったもん、私。そう、敬語だったの本当に。めっちゃ覚えてるな、私に最初敬語使ってたんですよ、りねちゃん。なんかレッスンの時に、私の隣でりねちゃんが踊ってて、そしたらなんか、ここ教えてもらっていいですかみたいな感じで言われて、最初本当に加入当初ぐらい、多分りねちゃんすごい真面目で、レッスンとかもめっちゃ本当に真面目だから、多分その真面目さが出て、ここ教えてもらっていいですかって真顔で言われたのすごい覚えてる。そう、すいません、ここ教えてもらっていいですか。私さ、普通にだってまあ年上だけど先輩とかじゃないですか、だからなんかええみたいな、そんな敬語で喋られてもみたいな。そう、面白い本当に。その時からでもやっぱりねちゃんはやっぱ面白い、今考えたらなんかすごいやっぱ面白かったなって思う。でまさかね、その2年後ぐらいにこんな仲良くなってると思わなかった。面白い本当に。こんばんは。そしてね、まあ、話は変わるんですけれども、はい、私本日あるものを購入しまして、はい、まあ、あるもの、まあ先ほどね、まあ、メールに送ったんですけど、はい、私がでは買ったものを紹介したいと思います。はい、私が今日買ったもの、あ、ここで初見の方が来てくれましたね、侍さん、お、侍、ありがとうございます。
ということで、私が、はい、本日買ったものはこちらでございます。じゃん。はい、こちらシャンプーブラシです。イエーイ。これもう早く使いたい。これ私さ、ずっとこのシャンプーブラシがずっと気になってて、なんかこれを結構ね、毎回見るたびにこれを買おうかな買わないどこうかなみたいな、あのね、毎回迷ってたんですよ。でついにちょっと 買ってみました。これなんかこの売り上げナンバーワンみたいな書いてあって、この多分シャンプーブラシの売り上げなのかな、わかんないけど、売り上げナンバーワンみたいな書いてたから、あ、これはもしかしたらいいやつなのかもしれないと思って、ここでガーって洗いで、こんばんは。ここなんかこうやってさ、え、わかる？なんかさ、あの美容室行った時に、美容室の人にシャンプーをこうギシギシ洗ってもらうのがめっちゃ好きなんですよ。頭をめっちゃこうやってギシ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 ってやってもらうのがめっちゃ好き で自分でも結構やるけど、なんかやっぱ自分でやるのはなんかちょっと違うじゃないですか。いや、もちろん自分でやっても気持ちいいんだけど、なんか自分でやるよりかはみたいな、なんかこういう器具みたいなやつでこうやりたいなと思って。わかる？めっちゃこう、しかもね、これなんかちょうどいいんですよ。硬くもないし、柔らかすぎず、硬すぎず柔らかすぎずみたいな感じでちょうどいいの。早く使いたいかもしれない。今日早く使いたい。もう私さ、もう衝撃的なあれ、もうめっちゃもうガリガリしちゃうかもしれない。もうガリ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 ってやって。めっちゃ頭皮傷つくみたいな。そうなったらちょっと最悪。こんばんは。そう、頭皮がそうえぐれてしまうくらいめっちゃガリ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 さやってしまうかもしれない。いやだってね、なんかこれすごいね、多分こだわりがあるんです、多分このシャンプー。こう、わかる？真ん中だけなんか違うの、この真ん中のやつだけちょっと、なんていうんだろう、普通のねブラシじゃなくて、なんか真ん中だけなんか違う感じになって、海の生き物にいそう。確かになんかクジラみたい。でもさ、やっぱさ、この頭をさ、あの洗ってもらったら気持ちいいじゃないですか。めっちゃもうあの感覚になりたいよね、やっぱ。これね、なんか今思ったらなんか見たことある気がする。こんばんは。ちょっとね、また明日あれしますわ、また教えますわ感想、この使い心地。
そう、使った感想を教えますわ。あー、確かに2個あったら最強じゃん。うわ、私1個しか買ってない。2個あったらもうさ、両方いけるよね。うわ、最、確かに、うわ、2個買えばよかった。これこんな、そんな高くなかったんですよ。これ500円ぐらい、600円ぐらいだったんですけど。確かに2個あったら最強だった。ダブルで。でもさ、2個、2個でこうやって表してるなんているのかな。うん、2個でこうやってやってる人なんている、いるのかな。 両手にこのブラシ持って頭洗ってる人ってあんまりいなさそう。ね、なかなかいないよね多分。まずは1個なの。確かにまずは1個で、なんか、あ、ちょっと使い慣れてきたかもって思ったら、そう、 2個、もう1個買おうかな。でも確かにね、ダブルしたら頭皮に悪いかもしれない。そんな、そんなガシガシしないでよって、頭皮がさ、そんなガシガシするんじゃないよって、痛いだろうってなるかもしれない。頭皮取れる。え、ちなみにこれ使ってる人いますか？あの、お風呂入るときに、シャンプーするとき、このシャンプーのブラシで頭洗ってる人いますか？うーん、使ってる人多いね。使ってたとか、へえ、こんばんは。そうなんだ。なんかさ、でもこれさ、多分使いすぎるっていうよりかは、なんか週何回かとか決めてやったりしたらいいんですかね。わかんないけど。こんばんは。剥げそう。これ。ああ、面倒になったりする。なるほどね。確かに、でもちょっとわかるかもしれないな。ちょっと面倒になりそうな予感は確かにするかもしれない。あの、なんだろう、すごいいいものだったら、これがめっちゃ気持ちいいみたいな感じだったら多分ならないけど、なんか意外と普通だなみたいな感じだったら多分そうなりそうな予感はする。確かに。
こんばんは。意外とね、そうこういうのってさ、最初のうちだけみたいな感じだよね。確かに確かに確かに。こんばんは。これはね、なんか取り外しができるみたいなんですよ。でもどうやって取るんだろう、これ。うわー、取れない。あ、取れそう取れそう。あ、取れた。おー取れた。これでそう洗ったりできるんだって。うん、明日メールで教えますね。この使い心地レポートしますね。こんばんは。取れちゃった。びっくりびっくり、取れちゃった。はい、有料です。こちらの、こちらのブラシレポートはですね、はい、有料となりますので、有料コンテンツ。あ、なんか音が聞こえる。なんか音が鳴ってます。生きてる。クレ星人さん、まことくん、ありがとう。パフ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 ブラシこちらパフパフブラシと言いますこんなことしてたら壊れるかもしれない。どんな香り？匂いはね、しない。そう、使う前に壊してしまいそうかも。その正式名称は、こちらの正式名称、パフパフブラシです。パフパフブラシ。え、これね、この色しかなかったですよ、私は。可愛く言えば許されると思ってるな。何がですか？何がですか？
別に何も考えてなかった別に何も考えてなかったんですけど、怒ってないよ、怒ってないから ね。私でも多分使いすぎたら本当に頭皮が破壊される気がする。私昔から頭皮柔らかいってすごい言われてて、美容室の人とかに。私の頭皮ってめっちゃ柔らかいらしい。だからやりすぎると本当に頭皮破壊するかも私がリンゴジュース紹介中。あ、そうそうそう、今日ねパセリにねリンゴ乳酸菌ジュースをあげたの。お裾分けした、お裾分けしたんですよ。なんか8個入ってて、小さいやつなんですけど、ヤクルトのリンゴバージョンのやつ。そう、8個あって、8個はさすがにちょっと飲めないから、そうだからパセリにいるって言ったら、いるって言ったからあげました。4つ、半分ずっこしましたパセリと半分こしました。なんでそんなに余るんや。え、だってささすがに、だってさ 8個はさすがに飲まなくないですか。リンゴ乳酸菌ジュース、だから結構なんかパセリからさ、なんかこれいるみたいな、なんか前果物とかこれいるとか言ってくれたりしてたから、パセリにあげようって思って。コストコですか。いや全然普通にスーパーに売ってるやつですよ。リンゴのさ、ヤクルトの小さいヤクルトあるじゃないですか。あれにリンゴのやつ、あれ美味しくない？めっちゃリンゴタイプのやつ。私はなんかそっち、なんか結構そっち好き。美味しいよね。箱買いっていうか普通にパックのやつだから、なんか8個入りのやつ。パック今から買いに行きますでも多分スーパーとかにしか売ってないですよ。多分コンビニとかには売ってない、わかんないけど。多分見たことない気がする、コンビニでは。そう、皆さんも飲んで飲んでみてください。なんか私はそれ飲んだら結構昔を思い出すかも。なんか時々昔飲んでたなみたいな。こんばんは。しかも乳酸菌ですからね。乳酸菌、なんか
乳酸菌ってさ、すごい体に良さそうじゃない？こんばんは。パンちゃん覇気がないような、いつもです。いつもです、いつもですから、はい、いつも言われることですから、はい、そうですね、はい、そうです、いつも言われます。いつも言われます、はい。乳酸菌ブーム、なんかあったね、確かに一時期乳酸菌ブーム。その飲み物の名前教えてよ。名前はちょっとね、忘れた、ちょっと忘れた。あ、ちょっと見てきましょうか、どんなやつか。名前は、あ、普通です。名前普通、めちゃめちゃ。名前めっちゃ普通、リンゴ乳酸菌っていうやつだった。そのままだった。あのリンゴ乳酸菌っていう、そのまま。そう、なんか可愛いパッケージだった。まことくん、よしとさん、たけるくん、ありがとう、ギフト。え、これ、え、タワーだよね。え、タワーじゃないか。え、でもさ、私タワー見えないんだけど。でもタワーが来てる。ありがとう、メロンパンさん。え、ありがとうございます。わー、タワーだー、タワーだー、お城タワー。すごい、ありがとうございます。なんか何もない日にタワーが立つなんて、とても珍しい。え、見える人には見えるタワーなの、これ。そんなことある？そんな感じ、そんな感じ。私には見えてない。ありがとう、メロンパンさん。メロン、今日は8月26日か。
ありがとうございます。ちょっと書いとこうかな。後ろ、あーでもちょっとお城書けないわ。お城難しい書くの。じゃんじゃんじゃん。全然お城じゃない。こういうのやっぱさやかにとかすぐ書けるんだろうな。全然お城じゃないけれども、ありがとうメロンパンさん、ありがとうございます。タワーありがとう。意外と上手ですか？よかったなら。ありがとう。うまいってまさかのうまいらしい。やったー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 。ありがとう。やったありがとうございます。お城いただきまして、よいしょ、ありがとう。やった。私でもこういうあのね、あのさっきコメントあったけど、あの豪邸っていうのはね、私あのこういうことじゃなく、あの こっちのお城じゃなくて、あのね、私はあの本当にシンデレラが住んでるようなあの豪邸というかお城に住みたいんですよね。私住んでみたいっていう、なんかディズニーとかにあるような、あディズニーって言ってたあのそう、こうなんかお城みたいな。こうガラスの、あそう、なんか西洋のって感じのガラスの靴をこう靴と合うようなお城みたいなに住んでみたいなっていう、なんかあれちょっとね書き方が違うんですけど、豪邸じゃなくてなんかそういうお城になんか住んでみたい。そうで、あの本当に広すぎて、家が広すぎて、もう自分の部屋どこやねんみたいな感じのとこがいいんですよ。もう広すぎて自分の部屋どこやねんって感じだし、あの部屋何個あるのみたいな感じのとこに住みたいんですよ。もう一日じゃもう回りきらんぐらいの大きさに住みたいよ。そう、なんか本当にそういう、もう世界にあるかないかぐらいの豪邸ってかお城。あでも本当にあのイオンみたいな感じ、本当にもうそれぐらい。あそう、もうイオンで想像してもらったらいいかもしれないです。イオンがあのお城になったみたいな、本当に一日中みたいな。あいいね、え待って、イオンいいな、イオンいいかも。だってゲームセンターとかあるじゃん。あそう、じゃあこのイオンをちょっとお城に見立てて、あのゲームセンターとか作りたいかも。うわそれめっちゃいいね。
そう、あのちゃんと 家っぽいっていうかお城だけど、あのゲームセンターとかそういう、そういう何、そういうの作りたいかもしれない。ちょっと理想、自分の理想、あ、そう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 、ファンシーな、ちょっとお店とかも出店させたいかも家に。ゲームセンターと、そうだな、あと、うん、でもそれはもちろん、あの他の人は入ることができないんですよ。あのもう自分の家専用のお店、あの決して他の人が入ることはできないっていう。だからそうなったら、まあそうだね、ここはやっぱちょっとリッチに、あのスタバとか。でもゲームセンター楽しいから、ゲームセンター普通に作りたいくて。そうだね、あスタバ、あとなんだろう、あと出店、本屋さんとかね、本屋さんとか、あのすごいもう大きな本屋さん、あ、わかる、あのさ広島にあるあの大きな 本棚みたいなとこあるの知ってますか？ちょっとあれどこにあるのかちょっと忘れたけど、あの壁一面本棚みたいなところにある、あれ蔦屋だっけ、ちょっと忘れたんですけど、もうそういう感じの、もう巨大な本屋さん、もう本屋さんでももう中もうめっちゃ広いみたいな感じの本屋さんも中に作る。それだ、映画館、映画館も作るね、もう映画館、もう映画館もスクリーンが、まあそう、でも自分の家だからさすがにスクリーンはでも3タイプ作る、じゃあ4タイプ、スクリーン4まで、小さいの、中くらいので、大きいので、あとなんとかマックス、 4D マックスみたいなやつを作る。でそれで4つ、それで4つスクリーン作って、でもう映画館完成、もう映画館、もうこれも新作も上映される映画館作って、そう 4DX、 そう、はい、いいですね。あでももう結構私的にはそれだけでも結構十分な感じがする。かな、うん、あ映画館いいですね。映画館はやっぱ作りたい。映画館はもう最高ですね。映画館でしょ、ゲームセンターでしょ、本屋さんでしょ、スタバでしょ、今4つ、今4店舗出店されてて、あと何、あと何、何、あとなんだ、やっぱ理想は高くというか、パン屋さんね、パン屋さん、うわパン屋さんいいね、パン屋さんも入れたいな絶対。あそうだね、フードコートを作っちゃおうっていう、だからフードコートの中に、はい、パン屋さんとスタバと、あとなんか、あとなんだ、何、あと何がいいかな、ジョジョ園とか、あのそうだ、あお好み焼きいいね、お好み焼きとジョジョ園、を出店して、はい、そしてでもそんな感じかな。やっぱありすぎてもやっぱダメだと思うんですよ。何でもかんでもありすぎるっていうのはダメだから、まあそれぐらい
それぐらいを出展させて、うわもう完璧、完璧じゃないこれ。もう映画館あるだけでもう完璧なんですよ。もうあー美容室も入れちゃおう、美容室も入れる、さすがに美容室も入れる。もう最高最高、私はそういうお城に住みたいんですよね。もう最高じゃない。だって自分専用の映画館ですよ。自分専用の映画館ってさ、もう最高じゃないですか。そんなあんな大きい画面一人で見れるっていうのはもう幸せな幸せ。こんなね、こんな理想の理想のお城をね、あとちょっとあの公園も作りたいかもしれないな。公園、公園ってかそのベランダってか庭みたいなところに、あの結構もう何広大な敷地のこの庭にブランコとかやっぱ作ってほしいかもしれない。ブランコ、ブランコだけでいいや。ブランコをちょっと、あブランコとあと結構なんか長い滑り台みたいなやつもちょっと作ってほしいかな。あのね長い滑り台って言ってもあの楽しいさあのコロコロみたいなのがついてるやつ、滑るとこにコロ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 ってなってなるやつ。うん、もうそしたらもう完璧。こんばんは。こんな妄想したところでね、なんか何もならないけど何にもならないですけど、でも映画館あるって最高最高だな。家に映画館、夢があってからこその人生。確かにね、確かに。確かに夢があってこその人生確かにそうだね。人生は夢だらけ。人生は夢だらけ。皆さんの夢は何ですか？夢力出そうぜ、全力でいこうぜ。皆さんの夢は何？まことくん、たけるくん、こぎつねスリーセブンさん、メロンパンさん、ガワさん、ヒラリンハットさん、マツくんさん、ありがとう、言った。こんばんは。
夢夢。私と花火大会に行くこと。それが夢ですか？それが夢？仕事で成功すること。おー、のど自慢出たい。すごい。アイドルグループプロデュース。おー、すごい。こんばんは。10億当てる10億当てる、すごい。夢、それはもう夢ですね。宝くじ幸福当選。10億ってすごいね。10億。広島に部屋が欲しい。おー、え、それあれですか、夢ですか？でもそれなんかできそうだね。部屋っていうか家？家ですか？家？こんばんは。いいですね。夢っていいですね。夢なんていらない。推しメンを最後まで応援できればいいのだ。それが一番。おお、すごー。なんかすごーなんかすごー。夢なんていらねえぜって感じですか。やっぱりあやぱんさんがアイドルのトップになることが夢かな。何それ。なんか私のさ、なんて言うんだろう、それすごいすごい、なんか自分の夢じゃないのっていう、自分の夢じゃなくて私のことっていう、なんか泣ける。それはありがとう。優しい、優しいな。わあ。優しいな。優しいな。すごいですね。なんかそう考えると本当にありがたい。
ありがたい。皆さん、あれですね、夢を諦めずに、夢は大きく、確かに日々を生きましょう。日々を生き抜いていきましょう。しまった、いい感じでしまったわ。いい感じでしまったわ。でも日々を生き抜きましょうね。よし、じゃあ終わろう。13位ドグラスさん、ありがとうございます。12位トムさん、ありがとうございます。11位クレセージンさん、ありがとうございます。10位マツくんさん、ありがとうございます。9位ちくわドーナツさん、ありがとうございます。8位ラブリー48さん、ありがとうございます。7位クイズネ37さん、ありがとうございます。6位エンジョーさん、ありがとうございます。5位マキマキさん、ありがとうございます。4位水色の水星さん、ありがとうございます。3位まことくん、ありがとうございます。2位安部さん、ありがとうございます。1位は1位はメロンパンさんです。ありがとう、ありがとう。タワーもありがとう。今日はタワーありがとう。では終わります。おやすみ、バイバーイ。